こんばんは。はい、こんばんは。リルレのお時間ですよ。珍しい2人ですね。うん、珍しい、はい、ボツになる2人ですよ。もうしょっちゅうボツになってるんで、今日こそはね、ちょっと釣ろうじゃないかと、うん、ハッピーサマーエゲム。スタートはですね、水深がちょっとここ手前の方はあんまりないんで、シャロータイプの方でハヤトブラックですね。ハヤトブラックちょっと探っていきたいと思います。まあ、あそこに街灯があるんですよね。あそこに街灯が、狙っていきたいと思います。ランガンスタイルで。塩はいいんですよね、塩はね。来ましたよ、皆さん。あ、ちょっと待って、抜ける抜ける抜ける、すん抜ける。で、これ300あるから、やばい。おった、やった、マジで。ちっちゃい、やばい、これは300はないかもしれん。いやー、これ300ないよ。これ300ないっすよ。いやー、でもこのメンタルでは嬉しい。まあね、癒される。うん。早くリリースしてあげようかな。早くリリースしてあげよう。リリースポイントない。ポイント移動して、前の動画でも紹介したハヤトオレンジですね。1本しかなくてもう買えないんで、ここは根掛かりが絶対ないです。うわ、やらしいなこの風。若干ね。よいしょ。言うてここは釣れるでしょう。本当っすか。うん、ここは多分釣れると思う。海の釣れるあんま信用しとらんけ。まあ言っときとらんけんね。はい、言い訳が始まりました。もう言い訳ですか。なんか坊主の匂いも若干だけどするやん。テトラから投げたい気持ちもある。テトラの方ちょっとシャローっすもんね。寝かかるってやったらこのエギア投入できる。風呂につけて遊べば一緒に遊ば。釣れたすか。いや、まだ。どうする、俺だけ釣れたら。釣れんって。安心していいかな。海下手っぴやけん大丈夫。知ってる。来ましたね。二人でも釣りやめようか。俺に何か言うことある。オランダのなんだのね。言うて来ましたよ。ギャフ使え。届か。ギャフないと無理。近い。広近くある。ちょっと早く。無理よ、だって撮影ショットに。いや、これ届くて。ほら、届くて寝るってやけ。俺竿置きたくないな、もう。よいしょ。ほら、糸糸糸糸糸糸。ギリ届か。ほら、だけ言ったや。あっちまで持っていくじゃん。まさかこのサイズが釣れると思わなかった。文雄先生がギャフを取りに行ってくれてるんでですね。いや、マジ、まあまあでかい。先生お願いします。こっちこっち、お尻から。ちょっと待って、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。おお、いきなり元気になった。はい。うー、そんなでかくないかも。危ない。あ、いやいや、まあ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 、いいサイズ、いいサイズ。あ、でかい。いや、でかい。でかいよ。でかい。いいやん。ちょっと、うえい。このエギ限定カラーやけんが荷物で使えんかったけど、今回やっぱバスってきたっすね。まあね、夏にこの一杯は大きいんじゃない。ちょっと測ろうか。うん、1キロチコアでしょうね。ゼロね、オッケー。はい、どうぞご覧ください。おほほほほほほ、
キロジャスぐらいですね。釣れると思わんかったっす。ここで信じてなかった風民場。まあ俺もごめんけど釣れると思ってなかったよ。でしょうね、うん、ギャフも何も持ってきとらん人にギャフってもらっとって何やその態度は。はい、お疲れ様でした。顔疲れてますね、だいぶ。久々でキロアップ、ありがとうございます。キロアップはまあ、うん、この時期、この夏の時期にね、いやいや、うん、このキロアップ釣るっていうのは結構嬉しいよね。嬉しかったっすね、うん、今回のポイントチョイスはですね、全部風味なんで半分超過は半分で半分ももらっていいですか。半分で今回は2人の超過ってことで、あざす。初めて上がるんじゃないこの動画。あ、確かにこの2人でのもうね、散々焦げまくってやっとやっとやね、やっとっすね。あ、このあれはちょっと本当嬉しいです、うん、サイズより何よりこの2人で超過が出せたってのが、そうね、良かったかなと思います、うん。今後ですね、こうやって、2人だったり、これに、モッチ、うん、新しく入ったですね、3人で動いたりとかも、うん、今後やっていきたいなと思ってるんで、うん、新しいカラーをですね、出していければなと思います、はい、こんなカラーね。まあこれからも、はい、応援してやってもいいかなと思ってくださる方は、はい、高評価、はい、チャンネル登録、はい、ベルマーク、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。 TikTok の方も上げてるので、はい、そちらも見ていただければ、はい、お願いします。お願いします。それではまた、バイチャー。